2走してみて体の状態面いかがですか？そうですね、久しぶりのミッドナイトだったんですけども、特に問題なく走れてると思います。決勝メンバーで揃いました、印象はいかがでしょうか？そうですね、みんなちょっと強いメンバーなんですけれども、同じラインに和樹がいるんで心強いです。連日連携しております佐々木選手の印象はいかがでしょうか？そうですね、何でもできるので基本作戦会議もお任せで走ってもらってます。最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。決勝戦一生懸命走りたいと思ってます。応援よろしくお願いします。着一着での勝ち上がりとなりました。ご自身で振り返っていただいていかがでしょうか？そうですね、上出来だと思います。明日どんなレースしていきたいですか？そうですね、出し切れないレースだけはやめようと思ってるんで、しっかり一発狙って頑張ります。最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。はい、明日しっかり馬場さんとワンツー決められるように頑張ります。応援お願いします。2走してみてご自身で振り返っていかがでしょうか？しっかり仕掛けるところで仕掛けてると思います。準決勝もしっかりまくり決まっておりましたが、状態面はいかがですか？そうですね、意外と自転車は済んでる感じはあります。決勝戦はどんなレースしていきたいですか？しっかり YouTube の前で、できることをやりたいと思います。それでは最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。しっかり自分の力出して、ラインで決めれるように頑張りたいです。2走してみて体の状態面などはいかがでしょうか？悪くないと思います。このミッドナイトの夜のレースっていうのはご自身ではいかがでしょうか？夜結構遅くなるの好きなんでいいと思いますね。レースどうなっていきますか？もう一人で走ります。最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。優勝を目指して頑張ります。応援お願いします。2走してみて体の状態面いかがでしょうか？日に日に良くなっていると思います。夜のレース深いレースですけれどもいかがですか？そうですね、特に気にすることなく走れているかなと思います。大垣バンク走ってみた印象はいかがでしょうか？すごく走りやすいバンクだなと思います。決勝メンバーで揃いました、印象はいかがですか？もう強いメンバーなのでしっかり自分の持ち味出せるように頑張ります。地元の決勝となりました、お気持ちいかがでしょうか？はい、そうですね、少しほっとしてますけども、よかったです。明日並びはどうなっていきますか？はい、今日と一緒で、吉川達也君の城、回ります。吉川選手の印象いかがでしょうか？はい、今日も抜群の仕掛けだったんで、明日も信じてついていきたいと思います。番手からの伸びに期待しております。そうですね、一着目指して頑張ります。決勝メンバーで揃いました、印象はいかがでしょうか？はい、みんな強いんですけど、乗ったんでワンチャン狙って頑張ります。明日は並びはどうなってきますか？はい、今日と一緒で荒木くんの番手で頑張ります。荒木選手の印象はいかがでしょうか？荒木くんコツコツ頑張ってね、今すごい点差あるので、今日もついてきたんですけど、明日もついてって一緒にゴールマラソンしたいですね。最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。はい、いつも応援ありがとうございます。明日も頑張ります。